ナギ様、お伺いしてもいいですか？なんです？どうして朝から並んだのに、ナギ様の目当てのアニメグッズが買えなかったのでしょうか？そのような質問は愚かです。私は列に並びに来たわけではありません。あの空間に愛を刻みに来たのです。なるほど。さほど手に入れたいものではなかっただということですか？なるほど。さほど手に入れたいものではなかったということですか？私にそう訴えますか？恐れ多い。不甲斐ない。私の役目は果たしたはずです。母の血を敬遠したのはそちらでしょう。お前たちのせいでつかなくてもいい嘘をつくことになった。友人に嘘はつかないと決めていたのに、すべてはただのサプライズで終わっていたはずなのに。ナギ様のことでは？違うでしょう。だとしてもこの町の主役はニュージゲンです。なんとか買えてよかったな、ココナちゃんの限定グッズ。バッチリ変装して始発で並んだ甲斐がありましたね。これで元気出してくれるといいな。そうだな、さくらはるきさんのことについても早く手がかりつかめるといいけど。あいつが元気ないと調子狂うもんな。最近帰国すること多かっただろ。だからノースメイヤのことを調べたんだよ。なんかあった？よくわかんねえけど、政治問題で若い奴らがざわついてんだって。すげえ金持ちらしいぜ、ノースメイヤ。そうなんですね。貴重な資源がたくさんあるのに、人口が少ないから財政が豊かなんだって。保険払って医療費もかかんないらしい。しかも高度な社会制度にするために改革を起こした中心人物が10代の貴族かなんからしいぜ。すげえな。同じノースメイヤ人なのにアニメオタクから天才までいろいろいんだな。そりゃそうだよ。この町だけでも電気屋からアニメショップからメイド喫茶までいろいろだもん。自分、執事喫茶って初めて来ました。さあ、どんどん食べてください。うちで持ちますから。あら、いいのよ、ここ儲かってるんだから。高梨さん、あんた最近控えめだけど、今さら萎縮することないのよ。アイドリッシュセブンの面倒見てきたのはあんたなんだから、スキャンダル怖がってちゃ何もできないわよ。そうですよ。高梨さんが元気ないみたいだって大神さんに相談されたの。その時なんて言ったと思う？ちょ、バラさないで。マウス欲しがってたから可愛いマウスを送ろうと思うんだけど、どんなのがいいですかねって。
もうこの手の顔の男がプレゼント出した時まさかマウスだと思わないでしょ。アクセくらい用意しなさいよっつったの。もうかってるマウスだと手が疲れるなって話を聞いてたんでね。もう気が利かなすぎてびっくりしたわよ。さすがユキと組んでただけあるわよ。ちょ、あんだけ言ったのにマウスにしたの？まさかそれはないわよね。でもあれですよ、ピンク色、小さめでウサギの形してるやつ、かわいい。かわいいよね。あんたたち、女子高生か。まあ男なんて気が利かないもんよね。私がガクト取られた時もそうだったわ。そうよ、八乙女ガク自宅マンション前で謎の長身美女と密会って、もう美女って。もガク君はなんて？アナサギ美女って書かれてるぞ、よかったなって。似てる。だからスキャンダルなんていちいち気にすることないわよ。そうですよ、うちは自分が男ですけど二人ともバンバン週刊誌に載ってますから。アイドリッシュセブンが女子アイドルだったら、大神さんなんか腹ペコ狼の極悪人みたいに書かれてたわよ。そういう顔だもの。顔か。女の子だとまた大変でしょうね。自分もリバーレが美女二人だったら、今の倍新郎が増えてたと思います。あいつらが女だったら、あんたどっちかと付き合ってたわよ。そういう抜け目ないとこあるわ。どっちかは選べないんで、同時進行します。さらに人間関係が複雑になるな。姉詐欺さんは、好みの男性とかいらっしゃるんですか？なぎ、王子様。おお。なんで羊喫茶なんかにしたんだ？待ち合わせ場所に向かって歩いてたら、羊さんがクーポンくれたんだよ。ぜひって言われたら行くしかないだろ。犬丸さんは占い的に言いますと、強者への対応は強気だが情に脆く、争いを好まず頼まれると断れないところがあります。つまり犬丸さんは典型的な新聞の勧誘を断れないタイプです。解説ありがとうな。まあいい。呼び出した要件は何だ？要件ってわけじゃねえんだけど、せっかくメンバーのオフが重なったんだ。親睦深めた方がいいだろう。はあ、早く行ってくださいよ。先に帰りますね。
俺はパフェだけ食べてやるよ。待てよ、おい。俺たちはグループなんだぞ。もう少し親密な話をした。親密な話はベッドでしかしない主義だ。ろくでもない主義だな、この野郎。人付き合い、めんどくさいです。せめて苦手って言え、歯に衣着せろ。ホットケーキも頼んでいいぞ、ハル。タントを食べ。じゃ。失礼します。何なんだよ。しょうがないじゃん。誰も大事にしてないんだから、こんなグループ。りょうさんもあいつらもさ、まあどうでもいいけど。ハルはなんでアイドルになった？ムカつくやつにギャフンと言わせるため。目的は半分叶った。あと半分は？ゼロを超えてやるんだ。ゼロを超える人気スターになって、ゼロも九条も九条天も嘲笑ってやる。その後は？その後？俺のファンも笑ってやる。お前らなんか全然好きじゃないって。その後は？その後は考えてないよ。そこまでやったら十分だろ。十分だけどさ、お前の人生はそこで終わりじゃねえんだぞ。まだ続いていくんだ。その先にお前は何をしたい？リク君が幸せになるようなの？そうです。発作止めの薬のように効くアイテムが欲しいんです。子供の頃はあったでしょう。柔らかい毛布ですとかぬいぐるみとか、持っているだけで安心するようなもの。イオリン、そういうのを持ってたんだ。私の話は関係ありません。お二人は七瀬さんと親しいでしょう。私の代わりに選んでほしいんです。イオリ君の方が親しいと思うけど。イオリンの好きなのを選べばいいじゃん。なんだっけ、ミミちゃんとかペロちゃんとか。あんなの別に好きじゃありませんよ。くだらないおもちゃですが、世間の好みの傾向を調べるためにやむなく入手しているんです。入手はしてるんだ。リックンの幸せか。あ、これなんかよくね。七色の音符が一つずつついてる。僕たちみたいだね。カラーも一緒だ。ま、幸せな気分になる効果がありそうですか。エピソード次第じゃない。イオリ君が渡してあげなよ、お守りだって。そうそう、りっくん。
ストレートな方が喜ぶから。私があげても喜ばなくないですか。絶対喜ぶって。何をこじらせてるのかな、この子は。あなた方に言われたくないんですけど。おお、ここオーナーの原点抱き枕です。おお、I love you very 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 thank you。 キーホルダーだ。七色で俺たちっぽい。よかったよかった。電車乗るの勇気いったけどな。たまたま偶然見つけただけ。いいよ、おりん。あ、お守りにと思って。ありがとう、嬉しいよ。寮に来てくれるの久しぶりだな。今夜は仕事を早めに落ち着いたのか。うわ、やった。いつもありがとう。今夜は素晴らしい夜です。あなたもどうぞこちらへ。みんなで一緒にディナーを楽しみましょう。うん。そうちゃん、みんなに言わねえの？明日家に帰るって。成功するとは限らないから。成功させるつもりでいるけどね。成功するとは限らないから。成功させるつもりでいるけどね。